3月8日1日の取引を終えました。日経平均株価は大幅安しました。昨日に比べて430円45銭安い2万1000飛んで25円56銭でした。大引け値ではなんとか2万1000台に乗せましたが、今日一番安いところ14時40分には2万飛んで993円ということで2万1000円割り込む場面がありました。トピックスも節目の1600ポイントを大きく割り込み、昨日に比べて 29.22 ポイント安の 1572.44 でした。東証一部全面安となりまして、全体の 93% にあたる2003銘柄が下落しました。上昇したのはわずか全体の 5%、 107銘柄にとどまりました。東証一部全面安でした。東証マザーズもほぼ売り物がずっと先行していまして大幅安です。3% 安の 900.11 ということであります。こちらも大引け値ではなんとか900ポイントちょうどですけども、13時34分には895ということで900ポイントを割り込む時間帯がありました。日経ジャスダック平均株価も 1.4% の下落、3402円でした。東京市場非常に軟調な動きとなりました。日経225の冷やしチャートになります。こちら結局上昇したのは今週は月曜日だけ、この日に2万1800円台取った後は4日続落というのが今週の東京市場でした。結局週末にこの75日同平均線青い線を割り込んで2万1000円ギリギリのところまで下げて今週の取引を終えています。こちらフィボナッチを引いてみましょう。これまでの高値安値からの戻りを示すフィボナッチでありますが、こちらですね、去年の10月高値と去年の12月安値からの半値戻し、2分の1戻しが2万1698円、これを月曜日火曜日あたりは達成していたんですが、結局今週半ば以降の大きな下げで戻り2分の1半値戻しのラインから大きく後退してしまって、むしろ戻り3分の1のところ2万トンで781円の方が今日は近くなってしまいました。中国政府そして OECD に引き続いて昨日は ECB が域内の経済見通しを引き下げています。これを受けて世界的な景気後退リスクというものが再燃しています。さらに今日の動きで見てみますと上海株指数ですね、中国株が大幅安しています。さらに悪いことに東京市場にとっては今日がよりにもよって3月のメジャー SQ ということであって、需給関連の崩れもあったのかもしれません。日経平均は結局400円を超す大幅安となりました。こうした状況でありますから東京市場の主力銘柄軒並み安でありました。例えばトヨタ自動車であります。トヨタ東証一部で最も時価総額が大きい銘柄ですけども、今週はこのような動きですね。続落はこのところ陰線続きで冴えない動き続いていまして、今日は上髭が出て結局は売り物に押されると6531円ということで3週間ぶりの安値を取る時間帯もありました。トヨタ自動車は今日は大きく売られたというところです。主力銘柄は今日の軒並み安です。一方で数少なく買われている銘柄が北朝鮮関連軍需関連であります。例えばこちら、6203宝和工業であります。こちら北朝鮮ですとか有事紛争関連のニュースが出ると同意づく銘柄です。今日も節目の1000円を突破するほど勢いを集めて買われまして1008円で引けています。自衛隊向けの火器ですね、それから防弾車両などの防音サッシなどを作っている会社であります。こうした銘柄上昇はしていますけども、こうした銘柄が買われるということは北朝鮮などの紛争有事リスクが意識されるということでありまして、マーケット全体にとっては悪い材料、それがこうした銘柄に逆に買い材料になったというのが今日の相場であります。そして最後に為替のチャートを見ておきましょう。ドル円が今日は円高が進んでいましたけども、先ほどの時間帯東京市場が引けた後にドル円が111円の節目を割り込む動きとなりました。ドル円5分足チャートです。日経平均が下げ幅広げるのと同じようにドル円も下げる、つまり円高方向に触れまして、先ほど取引終了後のところ、この下髭のところですね、ここで111円の節目を割り込む時間帯がありました。
まあ、今夜先物のナイトセッション、それから欧米市場に向けてこの不吉な円高というものが進んでいます。まあ、来週以降の東京市場はかなり警戒感の高い立ち上がりとなりそうです。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。